もう今日一日のエネルギーをすべて吐き出して帰っていただきたい、はい、ね、そういう感じですよね。さあさあ、では、本グランプリ、グランプリコンテストの最後を飾る、うん、アーティストはエリアの皆さんです、はい、よろしくお願いします。イエーイ、お待たせしました。マッチョマンタイム、イカシアーティストサウンドで君たちの筋肉をぶつけ合ってくれ。 OK カモン、 Here we go。 私のマッチョマン、マッチョ、 Oh yeah。自分でもあなたの思うがまま、ハッソーハッソー、恥ずかしいところに気づけられてもいい。熱い胸を下り息が出てもセクシー、あと少し手を伸ばせば、さあここから先へと行く。私のマッコマン、私を抱こちゃん、イエーイ、オーゴーグルーヴェ、私のマッコマン、私を抱こちゃん、イエーイ、オーゴーグルーヴェ、私のマッコマン、私を抱こちゃん、イエーイ、オーヤー、イエスイエス、よくもおのだな、それで決めてよ。知らないこの愛に溺れたい、抱きしめた人と太ももが響くパワー、今宵のカクテルも恋目などをちょっかい、あたしのマッチョマン、あたしの抱っこさん、イエーイ、おのグルメ、あたしのマッチョマン、私を抱っこちゃん、イエーイ、イエーイ、オーノードゥエ、私のマッチョマン、私を抱っこちゃん、イエーイ、イエーイ、オーヤー、イエスイエス、よくもおのだな、これで決まって、あなたと感じたいけん、宇宙の果てまで、パッパッシケイ、あたしのマッチョマン、あたしの抱っこちゃん、イエーイ、イエーイ、オーゴーグルーヴェ、あたしのマッチョマン、あたしの抱っこちゃん、イエーイ、イエーイ、オーゴーグルーヴェ、あたしのマッチョマン、あたしの抱っこちゃん、イエーイ、
今日はちょっと教えるからここでちょっと巻いてみようか。おいえいくぜ。その前にだ、ここはどこだい。神奈川県何市。おいえ横須賀市。おいえおいらも彼も彼もみんな横須賀生まれ横須賀育ちだ。おいえ横須賀にリスペクト、横須賀にリスペクトするぜ。横須賀 LOVE でいくぜ。2回だぜ今日は時間がねえから2回。3、2、1、0。横須賀 LOVE、 横須賀 LOVE、 横須賀 LOVE。 まだ行くの横須賀 LOVE。 3回でした。ラストの曲いくぜ。逃げろ逃げろ逃げろ、ランニングマン。
勝利を求めさまよう狼よ、ああ黒夜の果てまで突き抜けろ、今はただ盾になりたい、とりあえず皆さんでした。どうぞどうぞ。はい、こちらでインタビューに答えていただくのはどなたですか。兄貴さんですか。ボーカルさんです。ボーカルさん、はい、兄貴兄貴って呼ぶと古いですね。今笑った人絶対年寄りですよ。はい、兄貴は黄色い人。あ、こちらは弟さん。弟さん、あ、小野ちゃん、もう全然外れてましたね。あ、すみません、小野ちゃん。あ、本当だ、ボーカルって書いてある。ステージ以外では、はい、他のバンドのメンバーにも気がつか、いや、自分のバンドのメンバーにも気がつかれないぐらいステージ外では存在感薄いです。そうなんですか。オンとオフが完璧っていう。完璧ですね、完璧すぎるほど。誰よりも目立ってましたよ、はい、もうスイッチぶっ壊れてんじゃないか、ないかぐらい完璧なスイッチです。いや、もう素晴らしいスイッチの入れ方でしたよね、はいはい、もうバンバン盛り上がってる感じです、はいはい、0.02秒でいきますから、はい、大丈夫です。一瞬ですね。ね、さあ頑張ってインタビューするぞ。はい、全然ペースに持ち込めないぞ。頑張ってみたいです、はい。まずはですね、この課題曲がありましたね、はい、そうですね、はい、タイトルをもう一度言っていただき、はい、1曲目、私のマッチョマン。これは、みんなで、ノリのいい1曲目を作ろうということで、まあ、これしかないということでですね、はい、っていうかもう本当にこれしかないです。すいません、はい、まあでもね、もう思惑通りしめしめという感じでしたね。ぐいぐい盛り上がっちゃいましたね、はい、はい、ですね、ちょっと出てましたけど横須賀で結成されたそうなんですよね、はい、まさかの。まあ、みんな横須賀出身なんですよ。さっき MC でちょろっと言ったんですよ。全員そうなんですか。ほぼ全員。あ、そうなんだ。 75% どういうことですか。4人中3人が横須賀出身です。はい、なんで結成したか分かんない。分かんない、分かんない、覚えてない。なんで結成したか覚えてないんだけど、もうね、二十何年も前なんで分からないです。多分この雰囲気だと勢いだったんじゃないですか。勢いです。お酒飲んじゃった後とかそんな感じかもしれません。当時、私はいませんでした。いなかった。後から入られた。後から入ってきたんで。つまり、この私が地球に存在する以前から、エリアという存在はあったと、こう言い切るしかない。これはだいぶ古くからありましたね。古くから、あの歴史の教科書を見ると出てくると思います。もしかして最初はエリアのメンバーの皆さんこういう状態だった。そういう、うん、そこからこうだんだん、なんだ、二本足歩行にこう進化していって、その途中で、なんて言うんだろう、あの I meet area。って感じですよ、はい、すいません、ちょっとついていけなくなってきたんですよ。アイミーとエリアって何ですか。アイミーとエリア、エリア、アイミーとエリア、なんでそこで英語だったか、あの自分でもよく分かんないんですよ、はい、あのすいません、何の話をしてるか全然分かんなくなっちゃった、うん、僕もなんかだんだんよく分かんなくなってきたんですけどね。それではじゃあ早速この質問に、ね、なぜこのコンテストに出られたんでしょうか。そもそもそれがすごい聞きたい、はい、これはね、まあ、最近ほら不景気だとかいろいろ言われてるけれども、我々ね、平均年齢40以上なんですよ。はい、で特にあの若い人たちいろいろ問題抱えてると言われてる世代ですよ。まずね、40以上のそのなんつうんだろう、家族持ちの親父たちがね、こんだけパワーを働きながらもそして家族を守りながらもパワーをみんなに分け与えることができると。なるほど。まずそこは率先垂範ですよ。なるほど。まずはもう語る前に行動で示すべしということで、今日はコンテストのグランプリ云々ではなくてですね、はい、この親父の底力、はい、それを横須賀から発信していこうと、ね、ここにリンクしたわけですよ。お、いいこと言う。皆さんが感じられたようです。すごいね、親父のパワー、うん、あの今はもう本当 0.02 秒で考えたセリフなんだけど。そうなんですか。辻褄が合っちゃったね。なんだ。
ていうか今日のお客様たちはもうね、あの年齢問わずね、こう体が動いてくれる。そうですね。それだけ騙されやすい。騙されやすい。皆さん、あのオレオレ詐欺とか気をつけてください。今あのオレオレ詐欺じゃなくて、なんだっけ、なんとか詐欺に名称変わったんですよね。うん、母さん、そうそう、母さん助けてだっけ。母さん助けて、母さん、母さん詐欺だっけ。知らないです。よし、じゃあ次から中高齢の女性がいたら、母さん助けてくれって言ってみます。詐欺してる本人じゃないですか。そういうことはやっちゃダメです。はい、まあ、真っ当なパワーをみんなに。はい、はい、で早速なんで今後の活動の予定も聞いてみたいと思います。はい、ですね、まず6月9日、横浜でやりますよ。ところで皆さん、6月9日、はい、何の日？ヒント、5月9日はアイスの日でした。え、ペッ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 、みんな何も知らないんだね。ロックの日だよ、ロックの日。5月9日がアイスの日でしょ。みんな、みんなアイス食ったよね、アイス食ったよね。いや、俺以外はみんな食ってたんだよ。以外は食ってた。営業所戻ったらみんな棒アイス食ってた。で、自分の分の棒アイスがなかったから仕方ないから、スプーンで食べるタイプのを食べたという思い出があって、5月9日、この屈辱忘れまじ。そんなこんなで、6月9日、ロックの日ですよ。皆さん覚えてください、ロックの日。はい、ロックの日ですね。はい、ロックの日に、京急、お、これもまた横須賀から1本じゃないの。はい、普通にゆっくり乗っていってくださいな。京急の普通でゆっくり乗っていって、日の出町駅で降りますよ。ね、日の出町駅。ミカサ行っておい、ミカサ。はいよ。何ですか？4月の14。オッケー。じゃあ、ロックの日はね、日の出町の、ライブセンセーションでやりますんでね。はい、よろしくお願いします。そして、ちょっとはしょるけれども、その後ね、7月の14日、はい、イン横須賀。どこだと思う？また横須賀。ミカサ公園。三笠公園の野外ステージを、はい、自分たちで、まあ、有志で借りてやりますんで、これもちろん当然無料です。なんで、もしよかったら夏休み直前、みんな忙しいと思うんだけども、来てもらいたいと。そうですね、土日のイベントなんで、7月14日よろしくお願いします。覚えやすいでしょ。14を7で割ると2だよ。これで覚えて、分かりにくいですね。分かりにくかったですか。もう年齢が年齢なんで、こうやって関連付けないと覚えられない年齢なんですよ。ちょっとお腹に出てきてるかなっていうのが。もう人の名前を覚えるにしても、こう左の乳首こう触って、あ、左の乳首、え、鈴木さん CD を、え、無料配布を。そう、そして今、今2枚だけリーダーから、なんと皆さんに、何ですか、ちょっとメッセージがあります。はい、今日ね、